界があなたを許さなくても、私はあなたを許します。どうか嘆かないで。あなたが世界を許さなくても、私はあなたを許します。だから、教えてください。あなたはどうしたら、私を許してくれますか。日暮らしの泣く頃に、猿回し編！おかしいな。みーちゃん、何やってるのかな、かな。ああ、レナ、このマイクちょっと変みたい。なんか私の声じゃないみたいなんだよね。そうかな、かな。この放送室ずっと使われてなかったみたいだし、誰もマイクの手入れとかしてなかったんじゃないかな。あ、レナもやってみなよ。うん。じゃマイクのテストにならないよ。みーちゃん、え、どうしたの、そんなに慌てて。番組もう始まってるよ。まさか、まだそんな時間じゃ。マジ。ただいまマイクのテストが終了いたしました。皆さんこんにちは、その時ミオンです。リュウグレナです。今日のお昼休みは私たち二人の校内放送で楽しんでもらえると嬉しいなーなんて思ったりなんかしちゃったりなんかして。みーちゃん。レナ、まさかこんな時に。あわわしてるみーちゃん、かわいい。おんぶち帰り。レナ落ち着いて、今放送中だから。というわけで、はい、ミオンとレナの放送が突然途切れてしまったので、ここからは私たち二人でお送りします。はい、というわけで、ケイチくんおはよう。リュウグウレナこと中原舞です。ケイちゃんおはよう。その時ミオンこと雪野さつきです。はい、 CD 出ましたね。出ましたね。お買い上げありがとうございます。ありがとうございます。この CD はですね、インターネットのアニメイト TV で配信されている番組日暮らしの泣く頃に猿回し編から生まれたスペシャル CD の第1巻になってます。はい、番組は2007年の2月1日にスタートしました。はい、この CD の発売が7月25日なので、あっという間にもう半年ですよ。早いですね。早いね。半年、あっという間か。なんかもう3ヶ月くらい前かなっていう感じかな。そうですよね。CD にもなってしまいましたよ。本当ですよ。本編の方でやってきたもののダイジェスト版とかも入ったりしているので、なんか未公開トークとかも入ってる。入っているんです、なおかつ新録とかも入ってますよ ね、はい、楽しんでください。はい、それではこれからの時間、私たちと一緒にひなみざわを楽しんでちょ。